どうも皆さんこんにちは、まことです。本日はですね、生誕祭企画第2弾ということでね、加藤茂さんのソロ曲ランキングの集計が出ましたのでね、そちら発表していきたいと思います。ランキング的には3回目ですね。まだまだ投票いろんなのやっていくんで、これからもまだやったことがない人、ぜひね、これからも一票ずつ、あなたの一票で決まります。よろしくお願いします。3位から、ヴァンパイアは書く語りき。この曲は、まあ、ヴァンパイアの姿をしてひたすらしげさんが語りかけているっていう、まあ、セリフみたいなね、僕らに聞いてくれて、違う、視聴者に向けてひたすら語っている、でもそれが歌になっているという、ちょっとなんだろう、普段の歌とまた違うような感じ、ニュアンスなのかな、まあ、そういう作り方というかね、まあ、でも非常に新しい曲というか、まあ、あの方らしい曲ではあるのかなと感じました。第2位です。第2位は2曲、同率2曲ありましたね。1つ目、シャララタンバリン。こちらね、この曲はダイヤモンドのツアー DVD に入ってる曲ですね。で、あと、まあ、カラオケ、まあ、PV がね、カラオケのカラオケボックスの中でしげさんが店員になって、そのままいろんな部屋に入って、まあ、あとはオタクしげさんだったりね、サラリーマンしげさんだったりね、パンクロッカーしげさん、あとは外国人しげさんとか、ホストしげさんとか、まあ、なんかいろんなシチュエーションの楽しめるっていう、まあ、しげさんファンにとってはたまらない感じなのかなと。同率第2位です、星の王子様。この曲もね、いい曲ですよね。実際にある物語を題材にしている曲のようですね。まあ、なんでしょうね、そういう、まあ、いろんな曲やっぱしげさんは作って、まあ、バラードだったり、そういうね、元気になる曲だったり、いろんな曲やっぱ作ってますけど、やっぱすごいね、歌詞もそうだけどね、いろんな個性的なものばっかりを作り上げるなという印象が僕はあります。やっぱり、うん、ニュースの中でも特に個性的なんじゃないかな。それぞれにね、キャラクターはあるけども。第1位です。1位はですね、ダントツでしたよ、あやめ。いやー、いい曲ですね。僕もこれすごく好きなんですけども、特にね、まあサビのところも好きなんですけど、個人的にはあのマニマニがすごい気に入ってます。他はあと転調するところとかね、すごいね、盛り上がってまたさらに盛り上がって、でも曲の中ではしっとりしている曲調というかね、なので、うん、バラードに近いのかなって最初は思ったんですけど、その中でもちゃんとしげさんの熱い思いっていうのが込められてて、まあ、なおかつね、あの DVD にもあるんですけど、まあ、そのいじられるような曲でもあるという、ちょっと面白い曲なんだなと、いろんなシチュエーションにもなるっていうね。この動画がいいねと思いましたら、ぜひいいねよろしくお願いいたします。その他 Twitter や Instagram もやってますんで、そちらもフォローよろしくお願いいたします。それでは皆さん、 Have a good time。